はいどうもこんにちは、ビューティカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回は私が所有していたトヨタ新型ラブ4、こちらの売却編をお届けしていきたいと思います。約1年半乗った私のラブ4なんですが、昨年の12月頃に手放しました。すでに最終レポートを出してますし、その動画でも結構いい値段で買い取ってもらえたなんて話もしてましたから、もう知っておられる方もたくさんいると思います。じゃあ実際に一体いくらで売れたのか、正直そこが一番気になりますよね。ということでまずは最初に買取金額を言っちゃいます。なのでそれだけ聞いて、へえラブ4ってそんなに高く売れるんだで終わってもらっても全然いいと思います。ですがラブ4だから何でもかんでも高く売れるってわけでもありませんし、やっぱり要所要所で押さえておくべきポイントがたくさんあるんです。だからこそこれからラブ4を売ろうか迷っている方、また今からラブ4を買おうとしている方、そんな方はぜひ最後まで見てほしいなと思います。ではもう早速ですが買取金額を発表したいと思います。今回私が購入したトヨタラブ4の買取金額は315万円となりました。いやこれはね、正直自分でも驚くくらいの高額買取をしてもらったなと思います。しかもタイミング的にちょうど新型レヴォーグと入れ替える形になりましたから、めちゃくちゃ助かりましたし、今回の売却はこれもう大成功と言っていいですね。じゃあどうやって315万円っていう買取金額を提示してもらったのか、これこそが今回の動画で一番重要なところになります。誰でも適当に車を買ってこれだけの金額が出るんだったら私だって動画作りませんし、せっかく見てもらってるからこそ高額買取を引き出す極意を皆さんにお伝えしたいなと思います。まず車の売却において非常に重要なのが入り口の部分。その入り口というのは契約前の話になります。ということで一つ目の極意は、色とメーカーオプションには気をつけろ、これになります。正直これを外してしまうとそもそもの高額買取ルートから外れてしまうので注意が必要です。とはいえもちろん自分が好きなように買って乗るのが一番ですし、それこそがベストバイとも言えます。しかもリセールなんてあくまで予想の範疇でしかないですから、誰かが保証してくれるわけでもありませんよね。今回はあくまでラブ4に限った話をしていきますし、ラブ4だったらこういう買い方をしたらリセールが良くなるんだ程度に見てもらえると一番いいんじゃないかなと思います。では実際にグレードやオプションの詳細を見ていきましょう。まず選択したグレードはガソリンの G グレード。当時の車両本体価格は320万円で、駆動方式は 4WD となります。グレードに関しては大きく分けるとガソリンとハイブリッドがあるんですが、両者の差額を見ると約60万円。もちろん買取相場はハイブリッドの方が高く、静粛性や運動性能も圧倒的にハイブリッドが勝ります。ただし差額60万円を売却時に全て回収することは難しいと思うので、リセール重視ならガソリンモデルがおすすめです。ちなみにガソリンモデルの2リッターダイナミック放水エンジン、これは発進時の重さを除けばすごくいいパワートレインでした。吹き上がりも良くて高速域の伸びもありますし、何よりも新開発のダイレクトシフト CVT との相性が抜群です。これによってサーキットですら楽しいと感じさせてくれたので、おそらく皆さんが思ってるよりはいいエンジンだということを改めてお伝えしておきます。ガソリンモデルに関しては XGGZ パッケージ、それから顔つきや内装の雰囲気が大きく変わるアドベンチャーの4タイプが存在します。この中で私は G グレードを選択したわけですが、その理由としては中身を考えるとすごくコスパのいいモデルだったから、これになります。前回の最終レポート後編でいいところに挙げていたシートヒーターやステアリングヒーター、さらにはシートメモリーなどは X グレードだとオプションでもつけることができません。また GZ パッケージはハンズフリーパワーバックドアやデジタルインナーミラーがついてくるんですが、当時はそれがいらないと思っていたので候補から外れていました。今考えたらそっちにしても良かったかなとは思いますが、もう一つあるアドベンチャーグレード、これが当時から結構悩んでいたグレードになります。唯一シートベンチレーションがつけれたり、スタイルも抜群にかっこよくて魅力的ですよね。実際に大手中古車サイトで台数検索をしてみると、アドベンチャーの数が最も多く、次に GZ パッケージとなっています。それだけ人気がある証拠ですし、需要があれば買取額も上がりますよね。ではそこまで人気じゃない G グレードでどうして315万円の買取がついたのか、
これはガソリンモデルのラブ4そのものがリセールが良かったことももちろん関係しています。ですからガソリンモデルだったら大体どのグレードでもいい値段で買い取ってもらえると言えますね。ただし絶対に押さえておくべきポイントは色とオプション、これを外してしまうと平気で30万円40万円と変わってきますから注意が必要です。ということでボディカラーはメーカーオプションのホワイトパールクリスタルシャインを選択。追加料金は3万円強となっていますが、これは白にして大正解でした。実際に業者さんに話を聞いてみると、やはり圧倒的に白もしくは黒の人気が高いそうです。買い手も見つかりやすいことから強気で値付けができるとのこと。つまり買取金額もそれなりに高く提示ができるということになるんですね。もちろん車によってはイメージカラーやカタログカラーが人気沸騰したりすることもあります。ただしそこをリセール重視で狙うのは結構難しいですし、安定的に高い買取金額を出すなら白か黒がおすすめです。またラブ4は白も黒も似合いますから我慢して乗る必要もありませんよね。次にメーカーオプションを見ていきます。私が選択したのはパノラマムーンルーフとスペアタイヤの2つ。この中でリセールに大きく影響したのはパノラマムーンルーフとなります。なのでこれは絶対つけるべきオプションと言えますね。ただしこちらを装着できるのは X グレード以外の全モデル。 X グレードは残念ながら通常のサンルーフになりますのでご注意ください。ということで、なぜパノラマムーンルーフがリセールに影響するのか、これも実際に業者さんに聞いてみると、 SUV はサンルーフ付きの車両を探す方が非常に多くて需要が高いそうです。確かに子供を乗せて走ったり、ラブ4のキャラクターを考えるとつけたくなりますよね。しかもそれが開放感あふれるパノラマムーンルーフだったらなおさら欲しいと思うはず。ですがその一方でラブ4のパノラマムーンルーフは約14万円と決して安くありません。いくらサンルーフが欲しいと言っても予算的に付けれない方もいるでしょうし、となると中古市場に流れるサンルーフ付きの車両は必然的に減りますから、その分価値が上がるということになるんですね。中古でもいいから少し値段が落ち着いたパノラマムーンルーフ付きのラブ4が欲しい、そういったニーズがある以上これからもいい値段で買い取ってもらえると思います。それからもう一つのメーカーオプションであるスペアタイヤ、これは約1万円で装着できますからリセール関係なしにおすすめしたいアイテム。実際に私も以前乗っていた車でパンクしたことがあるんですが、その時はすぐにスペアタイヤに交換して助かった記憶があります。今ではパンク修理キットを搭載する車が大半ですが、使える自信がない方は素直にスペアタイヤの装着をおすすめします。なお売却した車が海外に行くケースだとスペアタイヤ付きの車両は重宝されるんですが、ラブ4はすでにグローバル展開されてますよね。ですからそっちの方向を考えてスペアタイヤを装着するのはあまり意味がないと思われます。ちなみにこれまで紹介したボディカラーやアイテムは全てメーカーオプションとなります。メーカーオプションは後付けが絶対できませんから、迷ったら付けることをお勧めします。ただしディーラーオプションと呼ぶ販売店で付けるパーツはいつでも装着することが可能。例えば ETC とかフロアマットがそれになってきますから、付けようか迷ったら一旦保留にしてもいいと思います。なのでメーカーオプションは迷ったら付ける、ディーラーオプションは迷ったら付けない、私はいつもこれでオプション選択をしているので、ぜひ皆さんも参考にしてください。ということで車両本体価格320万円、そしてオプションを含めると370万円の私のラブ4ですが、最終的に315万円で売却。つまり1年半乗った後の残価率は約 85% となりました。ここに税金や諸経費が乗っかるので、それを含めるともう少し残価率は下がりますが、車両本体だけで見ると85%以上の価値が残ったのは素晴らしいですね。これもボディカラーやオプション選択を失敗しなかったからできたことなので、ぜひラブ4を購入される際はこの情報を活用してほしいなと思います。では次に重要となるのがどこで売却するのかですよね。いくらナイスな車選びをしても売却先を適当に選んでしまったら元も子もありません。ということで2つ目の極意は一括査定に申し込め、これになります。皆さんは車を売るときいつもどこで売却してますでしょうか。そもそもそこまで頻繁に車買い替えないしってツッコミはさておき、今は売り方の選択肢がたくさんありますよね。例えば新車を購入したディーラーで下取りしてもらったり、一括査定とか個人売買に近い形で売ったりと、魅力的な売却方法が数多く存在します。もちろん私もまだ使ったことがないサービスはありますし、今の時代に合った面白そうな売り方もあるんですが、
今回はひとまずラブ4で高額買取を引き出した一括査定の話をしていきます。そもそも一括査定というのは一言で表すとネット申し込み型の一番オーソドックスな売却方法。実際に私もラブ4の前に乗っていた車を一括査定で売ってますし、その時もなかなかいい金額で買い取ってもらえた記憶があります。ただし一括査定にもデメリットがあって、一番のマイナスポイントはいっぱい電話がかかってくるということですね。こればっかりはどうしようもないんですが、一括査定を申し込むとそれぞれの買取業者から鬼電がかかってきます。私の場合は今回2社からアポ取りの電話があったんですが、出るまでひたすらかけてきますし、あとは業者が多いエリアだともっと電話の数は増えるはず。なので一番のデメリットは申し込み後の電話の多さだと思います。でもそれ以外は本当にメリットしかなくて、例えば一括査定だと買取業者を一気にピックアップできますから、自分の足で歩いて回るよりもはるかに手間は少ないです。車を高く売るためにいろんな買取店に行くと時間もガソリン代もかかりますし、正直コスパは良くないですよね。だから労力を惜しんで高額買取を引き出せるのが一括査定のメリットになります。また査定にやってくる業者はほとんどが大手中古車販売店のスタッフさんになります。ということは自分のところで中古車をそのまま売ることができるので、いわゆる中間マージン的なところを抑えて車両を買い付けできるんです。これだけでもディーラーに比べて売り値が高くなる条件は出来上がっているんですが、さらにそこに加えて全国展開の強みが合わさってきます。大手の中古車販売店は全国つつうらうらどこにでも店舗を構えていますし、買い取った車両は自社のサイトに掲載して全国エリアで欲しい人を探せるんです。ということで一括査定は申し込み直後の電話の多さを除けばすごくいいサービスになっています。手間を惜しみながらもディーラーでの下取りを超える買取金額をゲットできますし、今のところ私の中ではすごくおすすめの売却方法となっています。ただし最近はどんどん新たな売却スタイルが登場してますから、今後は他の売り方も試したいなと考えています。もしそっちの方がいいなと思ったらまた動画作り直しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。なお今回ラブ4を売却するにあたってディーラー査定も事前にやってもらいました。その買取金額がこちら。一応名前は伏せておきますが、とある2社の下取り金額は225万円と240万円になっています。一方で買取業者はどちらも300万円を超えていますし、今回のケースだとディーラーの下取りに比べて75万円も高く売ることができました。同じ車なのにこれだけ金額が変わるなら誰でも一括査定で売りますよね。いや本当に正直この金額の違いには驚かされました。ですが315万円もの高額買取を引き出すためにはオプション選択や一括査定に申し込む以外のあれが必要になってきます。ということで3つ目の極意は、売る前に相場を把握しろ、これになります。そもそも一括査定でやってくる業者は大半が大手の中古車販売店のスタッフさんということは先ほど話しましたよね。もちろん名が知れてますからそこそこ信用できますし、売却先としては安心できるものがあります。ただしそこそこ信用できると言ったのにはもちろん意味があって、買取業者は少しでも安くいいものを買おうとしてきますから、相場の天井で話を進めることはまずありえません。どちらかといえばこれまでの買取実績や掲載中の情報の中から低い金額のものを提示して手を打たせようとしてきます。ですが売る方の私たちからすると、今持っているものを高く買い取ってもらうことが100点満点の結果と言えますよね。つまり何も情報を持っていないとそれが相場の天井であると勘違いして売却をしてしまう恐れがあるということなんです。これは別に買取業者が悪いわけではなくて、向こうは安くいいものを買いたい、こっちは高く売りたいというお互いのグッジョブが違うことによって生まれるギャップでしかありません。そこで必要となるのが今自分が売ろうとしている車の相場になってくるんです。それがないと絶対に高額買取まで持っていけませんし、もし高値で買い取ってもらえたとしても一過性のまぐれだと思ってください。ちょっと待ってよと、言ってることはわかるけども、そもそも相場の知り方なんてわからないし、それがあれば苦労しないよって方もいるはず。確かにプロの買取業者と同じデータを取るのはほぼ不可能と言えます。ですがある程度の情報であれば仕入れることができますよね。それが中古車サイトのデータ。ここで自分と同じ車種やボディカラーを検索していくらで販売されているかを確認する。それだけでなんとなくの相場はつかめると思います。
実際に私もホワイトパールの G グレードでパノラマムーンルーフ付きの車両がいくらで販売されているのか、これを事前に調べた上で査定をしていただきました。私の中では320万円もつけば御の字だと思いながら話をしてみると、やはり最初は来ていただいた2社どちらも300万円が限界ですと、それ以上はちょっととおっしゃっていました。ですが私は相場を大体知ってますから、そこで納得せずにほぼ同じ車両がいくらで販売されているのか、そこを意識しながら交渉した結果、最終的に片方の中古車販売店のスタッフさんがなんとか315万円で手を打ってくださいました。もちろん車の特徴やアピールポイント、またコーティングしてるかどうかなどの細かい情報も非常に重要ですが、何よりも今回の場合は相場を知っていたからこそ粘り強く交渉できたんじゃないかなと思います。ちなみに私が売った車両ですが、すぐさまネットに掲載されたので、いつ売れるかなとワクワクしながら時たまチェックしていました。そしたらなんと1週間もしないうちにソールドアウトになっていましたから、まあ、予想以上に早くて、これには本当びっくりしました。その後買取業者さんと話す機会があったので聞いてみると、やっぱりパノラマムーンルーフ付きの車両は人気が高くて、県外の方がすぐに見つけて購入されたとのことでした。いやはや恐るべしパノラマムーンルーフ。ということで高額買取を出すための極意を3つ紹介してきましたが、これさえ押さえておけば大きく失敗することはないと思います。まあ、今回の内容は一部ラブ4に限った話になりましたけども、色は白か黒を選択してパノラマムーンルーフは絶対につける、そして売るときは一括査定に申し込んで査定当日までに自分と同じ仕様の車の相場を知っておく、この3つを頭の片隅でもいいですから置いといて、売るときにはぜひ参考にしてほしいなと思います。というわけでトヨタ新型ラブ4売却編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。